大陸会議は、イギリス本国の高圧的な植民地経営に対して、北アメリカの13州の自治意識が高まり、1774年から開催された各植民地代表による会議である。第1次大陸会議と第2次大陸会議があり、アメリカ合衆国の独立承認後は連合会議に発展するが、この連合会議を含めて大陸会議と総称することがある。 第一次大陸会議は、イギリスの北アメリカ13植民地のうち12の議会によって指名された代表を56名による会議体である。1774年に開催されたが、ジョージア植民地だけは代表を送らなかった。ジョージアは、当時最新かつ最小の植民地であり、インディアンとの交渉がくすぶっていたのを収めるために、 イギリスの援助を求めていたので、代表を送らなかった。不評だった、因子法に対抗して、植民地人によって開かれた因子法会議と同様に、第一次大陸会議は主に、耐えがたき商法に対して開かれた会議である。会議は、永久通信委員会を通じて企画された。会議の場所としては、植民地の中心にあり、代表的な都市の一つである。 ペンシルベニア国のフィラデルフィアにあるカーペンターズホールに決められた。カーペンターズホール会議は1774年9月5日から10月26日まで開催され、ペイトン・ランドルフが進行役を務めた。ヘンリー・ミドルトンが10月22日から最後までの大陸会議議長となった。ペンシルベニアの自由の息子たち指導者だったチャールズ・トムソンが初期官となった。 トムソンは連合会議が解散されて、アメリカが衆国議会となるまで初期間を続けた。バージニアのパトリック・ヘンリーはすでに植民地政府が解体されたものと考え、新しい統治システムを求めていた。ペンシルベニアの代表ジョセフ・ギャロウェイは、イギリスとの和解を求めた。ギャロウェイは、ある程度の権威を持ったアメリカの会議体を設立し、イギリスの政策実行については、 その会議体の同意を必要とすることにするというギャロウェイ団結案を提案した。ジョン・ジェイやエドワード・ラトリッチなどの保守派はギャロウェイ提案を支持した。ギャロウェイは後にロイヤリストに加わることになった。会議では2つの重要な成果を得た。1つ目は10月20日に連帯決議を作成したことである。決議にはこの年の12月1日からイギリス製品をボイコットし、 また輸出も止めるという植民地間の名約を盛り込んだ。西インド諸島にはイギリス商品の輸入中止に同意しなければ商品をボイコットするという脅しをかけることとした。ボイコットは実施され1775年のイギリスからの輸入額は前年の3%にまで落ち込んだ。規約の実行のために監視検査委員会が各植民地に作られた。 この規定はニューヨークを除いて参加したすべての植民地議会で承認された。耐えがたき処方が撤回されなければ1775年9月10日以降イギリスへの輸出を止めることも決められた。ボイコットは成功だったがアメリカ独立戦争の勃発によってイギリスの植民地政策を変えるまでには至らなかった。二つ目の成果は 第二次大陸会議を1775年5月10日から開催するとしたことである。第一次大陸会議に代表を送った植民地に加え、ケベック、プリンスエドワード島、ノバスコシア、ジョージア、東フロリダ、西フロリダに招待状が発せられた。どの地域も第二次大陸会議の冒頭に代表を送らなかったが、ジョージアだけは7月に代表を参加させた。 大陸会議における独立宣言の署名第2次。大陸会議は1775年5月10日から1781年3月1日まで開催されたアメリカ13植民地の代表による会議である。第2次大陸会議が開かれる前に1775年4月19日の歴シントンコンコードの戦いによってアメリカ独立戦争の火蓋は切られていた。会議は はるかに強力な敵との戦争に直面して、軍事同盟の意思決定主体とならざるを得なかった。はじめの2、3ヶ月は行き当たりばったりで、協調の取れていない闘争になった。武器庫を占領し、イギリスの役人を追放し、ボストン市ではイギリス軍を包囲した。1775年6月14日、イギリス軍に対抗するために植民地軍が結成され、 ジョージ・ワシントン将軍が次の日に総指揮官に任命された。7月6日、13植民地で武器を持って立ち上がる、ことの論拠と必要性を述べる大義の宣言を承認した。7月8日、和解の試みとして、オリーブの枝生願がイギリス国王に送られたが、イギリス国王ジョージ3世はその受け取りを拒否した。サイラス議員がフランスに、 大陸会議の講師として派遣された。アメリカのみなどは公開法を無視して開港された。大陸会議には植民地を統治する明白な法的権限を持っていなかったが、大使の指名、条約の締結、軍隊の組織化、将軍の指名、ヨーロッパからの負債の借り入れ、紙幣の発行、及び資金の支出など一国の政府の機能すべてを担った。 会議は税金を課す権限を持っていなかったが、戦争遂行のためには、資金、物資及び軍隊を各方から要求する必要があった。各方はたびたびこの要求を無視した。ある歴史家によれば、大陸会議の権力の源について、次のように述べている。これら二つの会議に送る、大議員の指名は一般に、人民の集会によっており、ある国の場合には、国議会によっていた。 しかしいずれの場合も指名する主体は大議員が行動する権力を当初から予託しているとは考えられなかった。人民集会の場合、事前による安全委員会あるいは救護士らへの大衆集会であり、ほんの小さな民衆の派閥を代表している場合もあった。国議会では彼らに認められてきた権力の一部でも他の会議体に委ねる権利はなく、 大衆の意思がなければ統治すべき新しい権力を生み出す権利もなかった。大陸会議の権力の源は大衆の黙認に変に求められるものであり、それがなければ会議のあらゆる決議は人民集会あるいは国議会の祝福があろうとなかろうと単なる虚勢に過ぎなかったはずである。また、大陸会議は国全体に及ぶ国としての権力を疑いもなく、 行使したので、第二次大陸会議ではその初めから不完全な登場をしたとしても、人民全体の意志が、アメリカ合衆国の国家政府の源であるという、結論は避けられない。サイクロピディア・オブ・ポリティカル・サイエンス、ニューヨーク、メーナード・メリル・アンドシーオー・ c o 1899大陸会議は176 17年に、イギリスからの独立を宣言する方向に、 動き始めたが多くの大議員はそのような行動をすることに対して出身国の政府から権限を与えられていなかった。議会の中で独立を提唱する者たちは躊躇する国政府の大議員に対する支持を変えるよう働きかけ、あるいは独立を承認しようとしない国政府そのものを入れ替える動きまでした。百七十六年五月十日、適切な政府を持たない。 植民地は、そのような政府を形成すべきと推奨する決議案を、通した。5月15日、ジョン・アダムズが起草したさらに急進的な序文を、この決議に付加し、その権限をイギリスから得ていたままの、植民地政府において、イギリスの権限への忠誠と抑制への誓いを、放棄するよう助言した。これと同じ日に、バージニア植民地会議は、フィラデルフィアにいる大議員団に、 独立の宣言、外国との同盟の形成及び各方の連合を要求する決議案を提案するよう指示した。独立決議は革命派の者たちが出身国政府における独立指示を取り付けるために数週間かかった。リー決議として知られる実際の独立決議案は7月2日に可決された。議会は続いてこの決議の公式解釈に注意を向け、 アメリカ独立宣言が7月4日に採択され、その後すぐに出版された。独立宣言は8月2日に署名された。大陸会議は、イギリス軍がアメリカ合衆国の最初の首都とされたフィラデルフィアを占領したため、1777年9月末に、この地を離れ、ヨークに移されその運営を継続した。その後1年以上にわたった。 議論の末の1777年11月17日、デロス同盟に非せられる連合規約を可決し、各法での批准を求めて送付された。問題は、大型国が発言力を保守したのに対し、先制政治を恐れた小型国がこれを無効にしたことだった。トーマス・ジェファーソンが提案した上院は各法を代表し、下院は各住民を代表するという案は否決された。 小型国の主張が通り、各方はそれぞれ一票を得た。大陸会議はこの規約を各州でもできるだけ早く批准するように急がせたが、すべての州で批准するまでには3年半を要した。13国の中でバージニア国議会が1777年12月16日に連合規約を批准して最初の国となり、メリーランド国の場合は1781年2月2日に、 批准して最後の国となった。この間もり会は借金をし、課税権限のないままに新しい国を引いて戦争を遂行するよう努めた。最終的に連合規約は1781年3月1日に第二次大陸会議の場でメリーランド国予議員団による署名が行われ、批准の完了が宣言された。大陸会議は解散し、翌日同じメンバーで、 連合会議に引き継がれた。歴史家のエドマンド・バーネットはいかなる種類のものでも新しい組織はなく新しい議長の選挙すらなかったと記した。これがアメリカ独立戦争を終結させる議会となった。第二次大陸会議に参加した植民地第二次大陸会議が1775年5月10日に召集されたとき実質的には 第一次大陸会議を再集結という形になった。第一次大陸会議に出席した56人の大議員の多くが第二次でも出席しており、議長には同じく、ペイトン・ランドルフ、初期官にはチャールズ・トムソンを指名した。初めて参加したものの中で著名なものは、ペンシルベニアのベンジャミン・フランクリンとマサチューセッツのジョン・ハンコックがいた。開会から2週間のうちに、 ランドルフがバージニアで植民地議会を主催するために呼び戻され、その後のバージニア大議員はトーマス・ジェファーソンとなり、数週間後に到着した。ヘンリー・ミドルトンがランドルフの後の議長に選出されたが、ミドルトンはこれを辞退し、5月24日にハンコックが議長に選出された。ジョージア植民地は第一次大陸会議に出席せず、 第二次大陸会議でも当初は代表団を送らなかった。1775年5月13日、ライマンホールがジョージア植民地戦とジョンズ軍代表として受け入れられたが、植民地全体の代表としてではなかった。7月4日、革命派ジョージア人がアメリカ革命にどのように反応するべきかを決めるために植民地議会を開き、7月8日に、 大陸会議に大議員団を派遣することを決めた。その大議員団は7月20日に到着した。ありがとうございます。